はい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 。お疲れ様です。お疲れ様です。今月の始球式、うん。ねえ、もう1ヶ月経ったんだと思って。めっちゃ早かったこの1ヶ月。忙しかった年度末。今月の支給額なんですけれども、うん、はい、2597円。あ、いつもよりはちょっと少なめだけど、でもそれぐらいアクションがあったんですね、はい、ありがたい、ありがとうございます。ご確認ください。ちょっと待って、2597円って今言いましたよね。はい、2169円しか入ってないよ。この前の練習撮影の時に、うんうん、あの岩瀬さんから、うん、あれあれ、だから来週の火曜日に配信になる回のあれ、はい、この中から出させていただきました。え、本当に言ってよそうなの。いや、岩瀬さんがさらっとこれって出されたから、あ、なんかプレゼントかなみたいな感じで受け取ってたけど、あ、そうなんだ、あれもちゃんと差し、だから言って買うときは一言言って買うってでもさ、あの岩瀬さんがさらっと出してくれたあのアイテムもすごく良かったよね。あれめちゃくちゃ便利ですよね。便利便利。あ、ちょっと皆さん、だから来週火曜日も見てくださいねあ、っていうか、あれは先月の始球式の動画の時に、はい、あれを買いますって言ってたじゃん。ほにゃらら使いますみたいな。そう、まあ、今月分と合わせて、うん、そろそろ買いに行こうかなとやっぱ買うんだ。もちろんコニゴルの企画としてちょっと買いに行こうかなと、ちょっと今計画中ですので。ちょっともう全然自腹額が減らないんだけど、まあ、でもね、あの3月はちょっと他のお仕事が忙しくて、なかなかコメントも返せなかったんですけど、基本的にコメントを全部目を通してますし、時間があれば皆さんからのコメントに返信もしていきたいなと思っております。このコニゴル、皆さんの再生回数によって支えられておりますので、ぜひ皆さん1人3回以上ですね、再生していただきまして、3回以上された方はぜひ私何回しました、僕何回しましたとコメントに残していただきますと、私喜びますということで、このコニゴル皆さんに支えられての企画となっておりまして、4月からも新年度からも頑張ってまいります。コースデビューも近いですので、皆さんぜひ応援これからもよろしくお願いします。お願い。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録はこちら。そして YouTube、Instagram、Facebook での皆さんからのいいねお待ちしています。優勝目指して頑張ります。